はい、今日はシャドーボクシングステップ編、あなたに前後編、あなたに公開。よし、こうシャドーボクシングのステップ前後編、どうやったらいいと思う？動く音楽をかけて。そうそう、家の中だから、家の中どれが強くなる方法だからね、うん、家の中で、ま、好きな音楽をかけます、うん、で前後に進み方ってさ、結構ね、みんなこうできないんだよ。できないっていうか、シャドーボクシング、まあボクシングのステップ自体が難しいんだよね、ちょっとね。体の使い方が分かんないと。なるほどね。うん。で、家の中でやるためには、まず家の中でね、こう音楽かけて、こうなって、前後だから、最初みんなね、こうやってこういう練習するんだよね、こうやって、1。こういう、よちよち歩きバージョン。でも実際はこれは本当には使わないね、ボクシングでは。まあもっと早いし、ね、うん、でまあただこの動きを一つこう掴むための最初の初期の段階ではまあいいかもしれない。まずね、レベル0、レベル0で次にボクシングみたいな、こうやってボクサーみたいな、こうやってさ、かっこよくさ、こうやってやりたいわけじゃん。こうやってこういうステップはさ、こうなりたいわけよ、みんな。こう後にね、うん、なりたいんだけど、これが最初できない、絶対できないから。俺も最初できなかったからね、ボクサーの時、うん、最初習った時で。まずはね、俺が思うには、家の中でね、こうやって構えんじゃん。わかる？こう、これなんかこうさ、スキップじゃないけど、このスキップとね、ちょっと似てないことないかな。まあなんていうかな、こうスキップできんの？こんな感じ。スキップできんの？その前スキップできるよ、お前こんなもうスキップ王だから、スキップ王だからね、これ。なるほどね。できない人いるじゃん、たまにスキップ。うん、あ、いるよ、ね、いる。だから、スキップじゃないけど、こうやっといて、うん、まずね、ボクシング忘れてほしいんだよ。もう忘れて、こういう感じで。1、2。部屋の前、うん、こう壁前。1、2。中心。1、2。1、2。この練習をまずするわけ。うん、で、ここからね、また今度ね、この今大きくこうやってやってんじゃん、こうやって、うん、こうやって、こう大きくこう体がこうだから、そうだね、こうね、これをこの小さくちょっと速くするわけ、これ。ああ分かる、うん、さっきこうやってやん、こう、うん、こう大きくこうやって、大きく膝を曲げてさ、うん、これだと波を小さくするの、山を小さくする、こう。ちょっとボクシングっぽくなってる、ちょっとね、ちょっとそんな感じ。これをまずやってほしいわけ。部屋のこの6畳、1畳のスペースで。これ今1畳スペースだから、今これね、1畳スペース。これを練習するわけよ。あ、こうか、お最初大きくこうやって、もうかっこよくていいから、誰も見てないからね、部屋の中から。まあね、こうやって。よし、じゃあ今度は。早く。そっち山を小さくして、この動きができたら、これできたら、この小さくはできるから。うん。うん、まずそういう風にして、今回はそこの段階。これを前後で家の壁に向かって、家の壁に向かってね、部屋の中の壁に向かってロッキーでもかけながらさ、こんな話しながら。ロッキー知らないと思うよ。あ、そうか、最近犬って言われるからね、ロッキーだからね。こう練習前後に、俺結構足張ると思うから、うん、つま先だったの。そう、つま先、うん、基本的にはね、まあ、ベタ足になることもあるんだけど、うん、基本的につま先でステップしてますよねっていう意識を持ってまずやってほしい。なるほど。だから、まあ、今日はここで、まあ、こういう感じで、ね、家の中のこの小さなスペースで上下編でした。またこれを前後こう、うん、あと左右というか、こう扇形にね、ああいうこう回る感じ、ね、そう回る感じとかも公開していくんで、うん、よし、じゃあまた次回。